ごきげんよう、ドクターあなたが面倒に巻き込まれてないといいんだけどそういえばロドスではチェンの姿を一度も見ていないわね大方いつも個人的な目的のために動いてるんでしょそんな人を雇ってあなた達たに一体何のメリットがあるのかしらまああいつとはあまり良好な仲ではないけれど 違う選択が持つ可能性を見せてくれたことは認めるわ今目の前に広がる夜景は子供の頃の記憶にある姿とは大きく変わったわ論面は日清月歩の発展を遂げているけれどそれでもあのネオンライトで照らし出せない暗がりは常にあるのねえ飲みに行かない 深夜の街でこそ都市の本当の顔が見られるものだからさっきここでスワイヤーを見かけたんだけどあいつがこういう仕事に自分から取り組むなんて珍しいわね昔描いた理想通りなら今頃あいつは論面商工会のトップに私は大学の講師になっていたはずだった いいえ挨拶になんて行かないわ今のあいつの立場からすれば仕事の場で私に会うなんて対面が悪すぎるもの論面での件はもう引き合いに出すにも古い話ねでも当時あなたたちの行動に多くの人が救われたことは事実よ私は時間をかけて ロドスが信用に値するかを確かめさせてもらったけれどその結論はあなたたちがここに事務所を設立できたことを鑑みればわかるわよねリーさんと仕事をしたことはあるでしょ確かに彼の情報は信用できるけれど私立探偵にできることには限りがあるわあの人に頼みづらいことがあったら 私に聞いいてちょうだいもちろんあなたたちがそう手こずらないように目を光らせておくわ。